ちは。このビデオでは徳島文理大学音楽学部の専攻科のコースの学生3人と私は声楽とオーボエ、フォルテピアノの共通点と違いを説明します。専攻科コースの学生は経験豊富なソプラノ歌手である山本彩子さんと岡本恵子さん、そして偉大なオーボエ奏者である正田真希さんです。はい、私はピアノの教授ジュザペ・マリオッティです。よろしくお願いします。はい、岡本さんと山本さん、ちょっと声、はい、について、はい、説明してください。はい、声楽で言われる声っていうのは、声区が分かれているんですが、日本ではあまり声区っていう風に言葉は使わないことが多いですよね。で、例えばですが胸声、胸の声、それから中声、まあ、真ん中この共鳴のビッグあたりの声、それから頭から出る頭声の声、この3つに分けられるっていう言われています。で、胸声っていうのはもうっていうふうにこう胸に響く声、中声のこの中間区っていうのは少し鼻にかかったぐらいの声、そしてもう少し高い少し頭の方に抜ける声、この3つに分けられるというふうに言われています。で、声っていうのはこの皆さんあるように、中にある声帯を通った息がしっかり肺から送られて、その声帯の振動によって声が作られます。で、鼻腔だったりとか、その他のいろんな空間、響ける空間をいかに使ってどのように響かせるかっていうのが声楽の声っていうふうに言われると思います。はい、面白いです。はい、オーボエでどうですか、この胸 の音、例えばありますか。このオーボエはこのリードという部分を、振動させて音を出す楽器です。あ、そう、声で、声と、まあ、声帯のようなですね。オーボエの声帯はリードですね。なのでこれがないと、楽器の音は出なくて、音が出ないです。でもこれをつけると、まあ、リードだけだとこんな感じの音が鳴ります。オーボエは、このリードをつけて音を出します。面白い。でも、胸の高音層とかでちょっと音色が。声で音色も変わります。そうですね。そう、はい、ちょっと強制胸の声、強制、そう、しっかり胸に響くような声です。でもあんまりこうソプラノの声楽の中では使わない、声かもしれません。はい。そうですか。はい。とテノールと、そうですよね。胸にバリトンだったりとか、はい。と、頭声、頭声、頭声はソプラノはしっかり使うことが多いです。しっかりこう鼻腔からこの上に抜けた声が頭声、はい。音ももっとクリアになりますね。そうですね。はい。で、もう一回。低音域は
リードはっていうのがお前の生態です。大事ですね。そう、あとでもうちょっとリードで話します。そう、フォルテピアノは、すみません、古いのピアノ、200年前はフォルテピアノ、ちょっとこのスタイルです。そう、これはコピーです。そう、モーツァルトのフォルテピアノのコピーです。そう、このフォルテピアノも、低音域は、強いです、一番。そう、と、高音域は、反対。弱いです。ちょっと、オーボエのフラジョレ。そうです。そうそう、少し。一番綺麗なの、カンタービレの、中音域、中音域。これは中音域はちょっとモダンピアノのみたい、ちょっと同じ。弱いです。これはもっと強いです。そう、面白いね。そう、このフォルテピアノは、そう、金属がありません。金属だけ。軽いピアノです。このピアノは550キロ。これは70キロだ。そう、そう、面白いと、ペータは膝で。でも面白いも、フォルテピアノはこの3つの、音域があります。ありがとうございました。そう、声帯は一番大事ですね。すごく大事です。はい。ね、そうそう、冬でが。そうです。そう、冷やしたりとかっていうのはダメっていうふうに言われています。そうそう、一番。はい。オーボエでも、リードは大事と、パートですね。どうして？オーボエのリードは、2枚の板になっている、ダブルリードっていう種類のリードで、その2枚を振動させて、音を鳴らしています。なので、まあ、さっき声と同じように、冬は、まあ、日本だと乾燥、すごく乾燥しているので、リードがこうパカッと開いてきて、こう音が出なくなったりっていうことがあります。どこでリードを買いますか？僕は覚えのリードは、この木の部分というか足の木を、足を使っているんですけど、それを海外から、まあ、例えばフランス産のものだとかを取り寄せて、自分で作っています。あ、自分で、はい、買ってきた足を、シェイピングして、形をこのような形にして、それをこの下のコルクチューブの部分に糸で巻きつけて、それを削って、自分の手で、削って作っています。うん、このリードは面白いです。まっすぐです。どのスタイルのリードですか？これはまあチューブとかも含めて、まあ、フレンチ、少しフレンチ寄りなチューブになっています。うん、とリードのスタイルは、今このカット、カットは、まあちょっとフレンチだけど、まあ、でもインターナショナル、ちょっとニュートラルな感じです。フレンチとインターナショナル、どうですか？そう、まあ、フレンチはより柔らかい音になる、というか、美しい、ね、なんていうかな、より柔らかい音色を出すことができます。うん、このリードは、耳がちょっと横についている。ああ、そうですか。うん、ストレートではなくて耳がついてます。うん、これはよくフレンチのスタイルの人が、使っているタイプの、型です。オーケストラでどのリードを使いますか？まあ、
アニストはビブラートありません。残とても残念です。ではビブラートはどうやって声でビブラートを使いますか。顔なんですけれども頬骨を上の方に持ち上げます。下顎はリラックスします。口の中の空間を縦に広く広げて、はいはい、それで、体は力が入らないように、十分リラックスさせて息を送ります。送り出して、はい、声を出します。はいはい、いろんなところが体のいろんなところとか、体幹とか、口の中鼻腔とかに響かせて出ます。ビブラート、いやします。この
イメージとこのイメージから動きます。そう。イメージからアクションと腕と指を動きます。そう。これピアノの問題は音は簡単です。そう。考えないと考えできます。そう。たくさんピアニストは考えない。そう。そう。でも聴覚から待って。そう今それも。意味があります、メッセージがあります、そうこれどこからわからない、ちょっと頭の心からそうビジョンを作ってそうそうそう、ビジョン、そうピアノは打楽器です、そうそう、多分打楽器と同じやります、そうでも面白い、私にはそう大声と声にも一番面白いのの楽器です、うん、もちろんピアノです、いいです、でもさはい、そう音はさのクオリティは素晴らしいと音のしなやかもうとっても素晴らしいですそう今日はありがとうございました、はい、素晴らしいのをさせていただきましたどうもよろしくお願いします お願いします今ありがとうございました